星と深淵を目指せ。お二人とも、またお会いしましたね。キャサリン、何かオイラたちにいい依頼はないか。依頼ですか？そうですね、本日の午後、教練院で行われる学術報告会にて愛の詩を読む。こんな…なんて?さらに、詩を読んだ後の皆さんの反応も写真機に収めてきてください。なんでそんな依頼があるんだよ。そうですか、どうやらこの依頼はお気に召さなかったようですね。でしたら、オルモス港にいるエルマイト旅団の団員を孤児院で働くように説得してきていただけませんか？なんだよそれ。ええ、傭兵たちの反応もきっと面白いものになるです。ちょっと聞きたいんだけど、これって依頼人ですか？実は単にあなた方がこういうことをするのを私が見た。もうバレちゃった。実際に依頼を引き受けてくれるのを期待してたのに。人間観察をする絶好の機会だわ。ナヒーダだったのか。オイラもキャサリンがそんな変な冗談を言うわけないって思ったぜ。ナヒ…うん。星と深淵を目指せ、からかしろ。それ